本日は3月の24日ということで、昨日東京都の小池知事が東京都のそのロックダウンについての発言があったようなんですけれども、各国もう全世界で国の封鎖やあとは都市の封鎖が行われているんですけど、イギリスでもいよいよ外出制限が発表されたりとか、まあ、アメリカなどは、まあ、各州によってやはりロックダウンが行われ、ハワイでもいよいよ外出制限っていうのが発表されましたということで、まあ、東京というか、まあ、日本国内ですと東京やあとは大阪、名古屋、福岡などのそのロックダウンの可能性が出てきたのではないでしょうか。ということで、まあ、ロックダウンとなるとやはりその僕もその美容室を経営していますし、いろんな商売されている方、もしくは会社を経営されていたり、あとはまあそこで働いていたりっていう方の、まあ、ビジネスが行われなくなってくるんですけれども、そういったことが、まあ、実際にねこれから起こってくる可能性がすごく高くなってきたので、ニューヨークで実際どのようにロックダウンになったかというのを、まあ、時系列でちょっと追ってみることによって、まあ、これからこの日本もしくは東京でロックダウンになるにあたり、その予兆とかを、まあ、知れば準備がねできるのではないかなということもありますので、ちょっとその辺を皆さんにお伝えできればなと思います。まずそのニューヨークなんですけれども、3月1日にニューヨーク州で初の新型コロナウイルスの感染者が確認されたということです。まあ、その時の街の様子なんですけれども、マスクの着用者は全体の 0.5% から 1% ぐらいということなんですけど、大体まあ日本とかアジア以外の国でマスクを着用するというのは病気にかかっているという以外は予防でマスクを着用することはほとんどないというので、その辺のまあ危機感もマスクの着用者の割合を知ることで感じることができるのかなと思います。で、3月の13日の5時頃ですね、市内の全ブロードウェイが閉鎖になったそうです。まあ、この前後からスーパーでは水やトイレットペーパーなどが売り切れになってきたようです。そして3月の16日8時頃、バーとかクラブ、あと映画館やカジノ、スポーツジムなどが閉店となったようです。で、レストランなんですけど、持ち帰りとあとデリバリーのみ許可されているようです。この週から学校やあと図書館、博物館、美術館、デパート、ショップ、スポーツジムなどの、まあ、次々とクローズになったようで、で、また職場で在宅勤務が増え始めたようですね、この頃に。で、この時のマスクの着用者は 5% ぐらいに増えたことを実感されているというような報告もあります。3月の21日の8時頃なんですけれども、まあ、美容室や理髪店、ネイルサロン、タトゥーパーラーが閉店となったようです。で、この時の街中のマスクの着用者は 10% 以上に増えたことを、まあ、実感されたというような報告もあります。そして次の日ですね、3月の22日の8時頃、生活に必要なもの以外すべて閉鎖で、人々は自宅待機、在宅勤務となったようです。ですので、まあ本当に早い段階で次々とですね、いろんなショップやあとは公共施設の閉鎖が行われ、最終的にはやはりそのほぼ全てですね、生活に必要なもの以外、まあ食用品を買いに行ったりとか、あとは病院や、まあ、そういったところの制限以外は全て自宅待機と
なったようなんですけれども、これがまあ他の州でもどんどん起こっていて、つい、まあ本日もハワイ州での外出制限というのもメディアで取り上げられてました。ですので、実際そのロックダウンで外出制限になると、やはり食品を買いに行ったとしても、まあ、多くの人がそこにやはり集まって、会計や、まあ、物が棚からなくなったりとかですね、あとは会計するにしてもすごく時間がかかったりというのもあると思うので、少しずつ、食料品、まあ、日持ちのするものであったり保存の効くものを少しずつ備蓄するようにされたらいいかと思います。まあ、これを一気に買い込むとなると、本当に買い込みで、まあ、スーパーなどの棚から一気に物がなくなったりということも、もう本当にパニック状態になったりすると思いますので、少しずつ毎日ちょっと備蓄をするように心がけて、もしかしたら、まあ、この日本でもそのロックダウンが行われるかもしれないので、まあ、そういった準備もされるといいかと思います。ということで、今回はその日本、ニューヨーク州のそのロックダウンのそのタイムラインですね、時系列でその流れをちょっと追ってみたということで紹介させていただきました。まあ、これから感染がやはり広がらないようにそれぞれが気をつけて、まあ、コロナウイルスにかからないように、また人にうつさないように心がけていけたらいいかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。